ピューター大仏、ほう、どういった大仏様なんですか、岩さん。はい、その大仏がいますのがこちら、東京港区の東京大学生産技術研究所なんです。こちらでは歴史的な文化財を当時の姿のままコンピューターに残すという試みが2年ほど前から行われているんです。それでは早速、先週発表されました大仏の3次元 CG をご覧ください。そちらがこちら、なんと国宝の鎌倉大仏なんですが、およそ750年前に作られた当時の姿がこのように360度いろいろな角度から見ることができるんです。ではなぜこのようなことが行われているんでしょうか。専門の先生は、日本には文化財がたくさんございまして、まあ、それらが大半が紙とか木でできていると、それでいつ何時なくなってしまうかもしれないというふうなことで、デジタル化しておけば永久に文化財が保存できます。ではこの招き猫をコンピューターの中に取り込んでもらいましょう。まずはコンピューターで調整して、レーザーを当てながら招き猫を回転させて、表面の形を立体にして映し出します。続いてはこの緑色に映し出された招き猫に白い色を貼り付ける作業を。そうすると8時間後にはここまで立体になった招き猫がコンピューターの中に生まれるというわけなんです。この技術を応用してコンピューターの鎌倉大仏が作られました。しかし大仏の高さはおよそ13メートル、データを取る作業大変だったんです。大学院の学生が5、6人かかりました。期間は1週間ちょいかかりましたね。というのは日中ですと配管客がいますので、夜やったわけなんですね。レーザーっていうのは直線に進みますから、どうしても当たらない部分がございますから、20メーターぐらいで櫓を組みましてデータを取っていったわけなんですよ。それからおよそ半年で完成した大仏は全て金色。これは大仏の方に金箔が残っているので、できた当初は全身が金箔で覆われていたと考えられているためなんです。また当時は大仏殿があったと見られているんですが、詳しい資料がないので奈良の東大寺などを参考にして CG にしています。さらに大仏はコンピューターの中で鎌倉からおよそ20キロ離れた横浜市のみなとみらいに移されて、その仮想の街並みをドライブできる装置も開発されているんです。この研究に対して、鎌倉大仏をご本尊にするお寺の方は、鎌倉時代の仏像としては、まあ、著名なご仏体なんですけども、意外なほど文献資料等々が残っておりませんで、大仏建立から現在に至るまでのストーリーをデジタルの画像空間の中に復元できたら、遠隔地にいらっしゃってこちらへ足をなかなかお運びいただけない方々に身近な存在として見ていただけるという、これも私どもにとっても大変ありがたいことだと思います。つまりさらに将来的に文化財の CG 化が進んで、インターネットでも見られるようになると、気軽に当時の姿を楽しむことができるので、コンピューターの世界で観光できる時代がやってくるかもしれません。またコンピューターが歴史の教科書代わりになることも考えられているんですね。今後はですね、奈良の大仏様を CG 化することが目標なんです。まあ、このようなことが行われていきますと、歴史に対する私たちの興味どんどん大きくなっていきますよね。しかしまさか大仏様も空中一回転させられるとは思ってなかっただろうね。そうですね、これ頭の部分初めて見ました。そうだ、上から見ることもできるんだものね。そうです、画期的だわ。ご苦労様でした。